涌井投手も今年イーグルスでまた結果出てますけど、これ、ね、ライオンズで、マリーンズで、そしてイーグルスでって、まあ、衰え見せるどころか、進化してますよね、まだ。ね、3球団目の、ね、最多勝も見えてますからね。涌井選手のこと走る選手いないですからね、ピッチャーの中で。やっぱりそのランニングで下半身作り続けてる。あんな今時走る選手いないですよ、本当に。もう練習に向かう姿勢とか、もうナンバーワンですよ、涌井が。あの練習量勝てない、誰も。チャラそうに見えて、やってなさそうに見えますけど、一番やることやってますからね、涌井は。そんなに練習する選手ですか。めちゃくちゃしますし、ポーカーフェイスじゃないですか。味方がどんだけエラーしても黙々と投げてくれるし、雨が降っても雪が降っても暑くても寒くても顔一切出さず一生懸命投げるんで、あれも誰も勝たせたいと思うナンバーワンのピッチャーです、野手が。勝ち星をつけさせてあげたいと思うピッチャーはやっぱ涌井が一番ですね、やっぱり守ってて。